どうも、大量殺人鬼の私でございます。というわけで皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。ヒットマン、サイレントアサシン続きでございます。コンティニュー。一応セーブはしておくよと。やっぱりこう、データなくすっていうのは僕は過去経験があるんですけど、本当に、なえるんでね。本当に、やってらんなくなっちゃいますので。まあ多分この動画が上がる頃には出てんじゃねえかな。なんだっけ、あれ、名前が出てこない。バイオハザードゼロ。あれね、データ一旦消失して、うわーってなったことあるんですよ。さあ行きましょう。お、正解だった。やっぱ双子の弟がいたんだね。双子の兄弟がいたターゲットに。当初の任務からこなしていきましょう。はい。エアコン付きの隔離施設にセットされたサーバーにハッキングして装置をセット。そういえばあったね。これで依頼人がサーバーをハッキングして暗号データを読めるようになるわ。はあ、なるほど。うん。要はだからその装置を設置しなきゃいけないんだね。うん。システムか、カードキーを使うしかない。カードキーが必要なわけね。このフロア、警備員が定期的に見回りに来るの。遅くまで仕事をしているスタッフもいる。システム管理者はその一人だといいけど。なるほど、なるほど。わかった。じゃあ、地図を確認すればいけるとね。そんな簡単な、いいの？それで。もうちょっとなんかこう、情報くださいよって感じなんだけど。うわ、夜間勤務。ミッション11。血が地面にあるよ、怖っ。いや、もう血が怖いとか言ってたらこんな大量殺人やってらんないですもんね。武器はどうしようか。一応、ハッキング装置持ってるじゃん。あー。はい。で、一応ホルスターしまっといて。で、すぐに出せるようにしておこう。はい。あ、どうも。はい、失礼しました。あー、やばい、急にバレた。くそ！ツインボーラーで行こう。仕方がない、これは。はい。全員やっちゃったー。あっさりすぎる。これちょっと、服を取る。すぐ着替える。で、ハンドガン M だ。あ、どうも。はい、オッケー。大量、あ、待って、あ、こいつら、もしかして、カードキー持ってませんか？すいません、カードキー。あ、ないか。くそ。ツインボーラーも弾が限界だからな。ちょっと変えよう。アイテム、じゃあそしたら、M9 にしよう。はい。すいません。おわーおー、びっくりしたよ、ちょっと。焦る。すいません、カードキー持ってませんか、あなた方。持ってない？ダメ？がっかりー。なんか、あ、やばい。誰か、近づいてる。危ないー。びっくりしただろうな。弾100発入れてんのか、俺今すげえな。とりあえずアクション、なんか、アクションポイントに向かいましょうかね。こう、ガンガン人殺してちゃダメだよね。サイレントアサシンって言ってんのに、サイレントじゃないアサシンしてますもん、だって。全然サイレントじゃない。あ、どうも。服を取るでなんか、どうよ。ダメか。じゃあ、この服装でちょっと銃持ってんのもおかしいので。はい。この先、これは？はい。あ、さっきのだ。皆さん大変だったね。大丈夫でした？ここは警備室なんだね。うわぁ、もう、死体だらけじゃないですか。どうしようか、これ。とりあえず、そこら辺うろちょろして何か。おい、あ、ここも、あ、ここの人たちもやったんだっけ？カードキー、カードキー。そうだよ、カードキー探さなきゃ。うん。どっかに落ちてねえかな。あ、ここなんか怪しいぞ。あれ？ここは？あ、何かのアクションボタンがある。あ、これ、ちょっと怖いから。ウェブカメラ破壊しとこう。念のため。ああ。一応壊しといた方がいいもんね。多分これでしょ。アクションポイントのやつは。こっちか。ほい。で、この先。今度左。あ、これ。ダメか。これ開く？鍵がかかってる。これでカードキー使わなきゃいけないわけだな。わかりました。じゃあちょっと行こう。いろんなところ回って。次は、ん？何？この近くに何か、あ、こんなところに何かあるぞ。ピッキング、はい。なんか入ってる、こん中。扉を開く、はい。こん中にカードキーあったり。暗視鏡。
ハンドガンの弾。それだけかい。まあいいや。うん。ないよりかましか。よいしょ。暗い中とか暗視鏡便利かもしれないですもんね、もしかしたら。とりあえずこっち、この扉からオープン。おっと、これは普通のオフィスだね。うん。どうも皆さん。夜までお疲れ様ですって誰もいない。みんな帰ってんのかな、この時間帯は。ちょっと行き過ぎた。ここか。ここに何かあるみたい。あら。どうも、あ、これ!あ、違うか。ここに、仕込むのか?あ、待って、アイテムが、武器、あ、カードキーだら、やった!ほい。なんだなんだ、ちょ、一応、念のため、ぶっ壊しとくか。うん、ごめん。念のため。はい、あ、ここ、これは?壊れた?壊れてないか。はい。一応ね、意味はないだろうけど。で、カードキー手に入れたんで、だいぶ楽になるはずなんだよね、これで。鍵のかかった部屋いくつか開くはず。なにこれ?おう!なに?割られた窓を見て警備員が、やべえ、警戒してる。あ、これダスポイントか。オッケーオッケーオッケー。うん。じゃあ、後々、見ておきましょうかね。やべえ。窓割っちゃったよ、がっつり。これは、ココンピッキング、あ、これは?あ、え、なにこれ?ハンド、あ、M9S! やった!よかった、探してたんだよ、M9S! よかったよ、見つかって。安心したー。よし、じゃあ、カードキー手に入れたということで、どっか開きに行きましょうかね。たーぶん、こっちだと思うんだな。よいしょ。適度にこれマップ見ないと分かんなくなっちゃいますね、本当に。僕はどちらで言ったら結構、方向音痴なタイプなんで、こういうの見てかないと分かんなくなっちゃうんですよね。まあ、なんだったら見ても分かんなかったりとか。え、やった!これで?何?どこに何があるの?こっちか。この、え、これか?あ、ハッキング装置セット。はい。やった!これで OK?よいしょ。はい。スカイブリッジを通って反対側、あ、さっきの窓割ったところか。はーい。わかりました。あ、どうもお疲れ様です。大丈夫ですか?すいません、お先に。ダメだよ、そんなすぐ人に銃向けちゃ。危ない。これか?ここか?はい。多分さっきの外にいた警備員だろうな。窓が割れて怪しんでたよ。警備員。これでいいはず。こっちか。はい。で、さっき窓割ったところから脱出と。いやー、結構なんか簡単な仕事でしたね。今回は。うん。強引だったけどね。何より。ただ一番怖いのはこれ、足踏み外すのが一番まずいよね。ここ窓開いてんのね。おい。いるな、二人。気をつけよう。ここ、ああ、意外と通れなくなってるところがある。ちょっと。はい。ヘッドショット。やばい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 。バレたバレたバレた。はい、オッケー。しゃがめばよかったのか?しゃがんでいけない?これ。あ、動けない。あれ?道を間違えたか?どうやら俺は。あ、こっちか。よいしょ。はいはいはい。見つけた。ごめんね。これで脱出すればいいのか。お!うん。ありゃ、コードはもう別の場所に移されたようです。ま、え?大丈夫これ。これは一体誰だ?うん。うん。インドのサーバー。マジで?へぇ。うん。パンシャブ省にあるサーバーということか。パンジャブか。すげえ怒ってる。ああ!こいつ、ああ、クリアした。ポスタル。え、今のあいつもしかしてなんか、ラスボス感があったけど。え、怖ちょっと。まあ、とりあえずクリアしたんでね。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。
どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、今回もやっていきましょう。ヒットマン、サイレントアサシン続きでございます。サイレントじゃありません。ちなみに言っとくけど。そこ大事だよ。サイレントじゃないですかね、僕は。綺麗な暗殺を見たい方はまた別のね、多分動画があると思うんだけど、そちらをご覧ください。あるんだったら。やる方がいらっしゃ、おお！すげえ。俺、あったかいとこダメなんだよ、俺、こんな。うん。どうすんの、これ。怖い怖い怖い、俺足元、いやー、うん。内通者からの連絡によると、追加のターゲットは双子の片割れ。片割れとか言う。安い女と高い美術品に目がない男よ。なるほど。彼らは両方大量に所有している。特に16世紀に作られたとても価値のある像がある。警備はと、まあそうだろうな。うん。わーお、いいなー。いいなーじゃなくて。いいなーじゃなくて、はい。本当にチャーリーの双子の兄弟なの？うん。中身は別物らしい。あ、そう。まあ確かに一人はオタクっぽくて、もう一人はなんかこう、なんていうか。え、これどうすりゃいいのこれ。状況の確認。象と金を盗む。はい、わかりました。壁を越える。こんなもんこの状況から一気に行けばいいじゃないって思うけど。まあゆっくり行きましょうか。一応武器は、ハンドガン。M9S で行きます。警備は厳重なんだって。ああ、びっくりした。これ、なんか、これ、なんか、警報装置かと思った。意外といい趣味してるじゃない。やべ、来るぞ。気をつけよう。敵来る？いる？よし。で、すぐにちょっと、はい、服を取るで。着替える。で、自然と行こう。自然と。うん。自然と暗殺しよう。そーっと。正直、M9 と M9S の違いそんなないんじゃないかな。あ、なんだ？あ、女性の方々どう思う？あ、めっちゃ警戒されてる、めっちゃ警戒されてる。すいません、すいません。え、なになになに？なに？お前銃持ってんの？ずるいぞ。お、びっくりした、今。ちょっと。はい。よう。あれ、どこ行った？あ、いた。あ。あんちゃん。ごめんよ。おい、やっちゃうからね。動くな。よっしゃ。ちょっと、君なかなかなもん、なかなかな武器を。リボルバーってちょっと女の子。なんだよ、警備員。焦った。急に銃向けてくるから、この人。焦るわ、そういうの。はい。あ、どうも、こんにちは。急に来た。おい。やべ。一応リボルバー取っとこうか。うん。せっかくだから手に入れて持って帰るよ。で、はい。扉を開く。怖かったー。今、急に女性になんかこう、武器を。象と金を盗むんだよね。あとは。どうしようか。こっちか。一旦出た方がいいか。出ましょう。はい。うん。だね。はい。で、まず。あ、あるね。大丈夫かこれ。警報なんない？絶対なるよね。あ、ほら、言わんこっちゃない。はい。任務内容変わりました。で、あと？お前もそうだろ。はい。絶対そうだと思ったよ。はい。すいませんね。あれ、この人は違う感じか？あー、やべえ！ごめんなさい！やべえ！てっきりなんかそういう、またあんたも銃持ってるんでしょみたいなノリで。やべえ。エレベーターどこ？しくったエレベーターどこだかわかんねえ。これ来るぞ。かなり大人数のやつが。厄介だなぁ。まあ、我慢か、そこは。これは何？普通の扉？はい。この先にあるようだね。ここ、はい。何？金を盗むとかも言ってたな。あ、絵画じゃん。絵を動かす。あ、この中に金入ってんじゃない？おーい。金庫を開ける。やべ。なり始めちゃった。あ、いた、ラッキー、ああ、はい。あ、絵戻さない、待って、取り出す、いやー、違うんです、絵を動かす。来たらもうすぐに行こう。はい、金庫開ける。いた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 、なんだお前ら、急に来た。あー、じゃね、人数多すぎませんか。すいません、すいません、やめてー。リロードがまずい、リロードが死ぬ、やばい。あと一人、あと一人。お前、動くな。よっしゃ、危ねえ。怖っ。
心臓により。待て、まだいる。待て、もう一人。オッケー、よし、急げ。金取って、あい。さっさと取る。オッケー。怖っ。あ、待って、サブマシンガンもらっとこうかな。はい。一応ね、他にもちょっと弾、はい、弾丸、もらって。最悪これでもう、みんなやっつけて帰ろう。てかもういないか？あとは？こっちか、ほい。象も取ったし、絵画の、アイテムも取ったし、あとはここか？さっき取った、あるじゃん、ここ？これか？ここになんかあるのか？何かありそうな感じか？あるね。はい。暗視鏡。あ、それだけ？あ、別にいらないや。そしたら。じゃあ、でも逃げましょう。早く。ごめんね、皆さん。なんかいろいろ迷惑かけちゃって。皆殺しにしちゃった。ダメだよ、こんなん。絶対。こっから逃げりゃいいのか。おい。エレベーター呼ぶ。よっしゃい。上から狙ってねえよな。大丈夫だよな。おー。怖っ。強引に殺しに行ったけど大丈夫かな俺。やった！というわけで、クリアすることができました。いいのかな怖いわ、もう。まあ、いや、良かったですよ。というわけで次回行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。おー、いいね、やった。いた！やったやったごめん、行こうか。ボス。はい。ボス。ごめん。